沖縄県立沖縄老学校は、沖縄県中上郡北中城村、八木原にある公立特別支援学校。沖縄県唯一の聴覚障害者を主に対象とした特別支援学校である。なお、当記事では1978年から1984年に存在した沖縄県立北城老学校と分校であった宮古分校、八重山分校についても記述する。 1924年に、田代起用により、那覇市若狭に設立された沖縄老和学校が、同校の始まりである。その後、1943年には、盲学校であった沖縄県立大洋私立盲学校と合併し、沖縄県立盲老和学校となったが、太平洋戦争などの影響により、1945年2月に、閉校した。戦後、 米軍統治下であった1951年に沖縄盲牢和学校として那覇市首里市峰に開校され、その後1954年に文教局に移管され、琉球政府立沖縄盲牢学校となった。1959年にはモートローの分離が行われ、盲に関しては琉球政府立沖縄盲学校、牢に関しては琉球政府立沖縄牢学校にそれぞれ引き継がれ、 それに前後し、移転が行われ、2校は完全に分離された。2007年には突如、登校を知的障害を併設する特別支援学校へ移行する計画が上がった。しかし個性ある障害児それぞれに対応する専門性確保のためには、老学校としての学校を組織を守るべきだとの運動が起こった。現在でも解決していない。なお、 2006年6月の学校教育法一部改定により、旧盲学校、旧老学校、旧養護学校の学校種が特別支援学校に統一されたことから、県内の養護学校においては、学校名を特別支援学校へ変更したが、当校及び沖縄盲学校においては2009年現在、改名は予定されていない。1964年の風神の流行により、 1965年の沖縄県内では風神障害児が多く生まれた。そのため、1969年には沖縄県内各地に風神難朝学級が設置された幼稚部学級が開設された。その後、小学校においては通常の生徒と同様に学校へ入学し、新設された風神難朝学級で教育を受けた。しかし、 長能訓練に大半が費やされたため、通常の学校教育で要求される学力を身につけることができなかった。そこで沖縄県は当時の風信障害児のためだけの独立した学校を新設することを計画。1978年に本校である沖縄県立北白老学校、文校である宮古文校、八重山文校を設立。単一学科、 単一学年生で本校には全140人の生徒が入学、19学級が開設された。1981年には普通科と職業科によって構成される高等部が新設された。1984年3月に全生徒が卒業し登校は役目を終え、本校、文校ともに6年間の短い歴史に幕を閉じた。なお、並校の約半年後に跡地には、 沖縄県立沖縄老学校が移転してきている。本校に関しては、高等部新設とともに野球部が結成され、1983年には、夏の高校野球の沖縄県大会に正式出場。当校をモデルとした映画、遥かなる甲子園が制作された。ありがとうございます。